はい、どうも、リッチです。さあ、今回もワールドボックス遊んでいきましょう。さあ、今回はね、温暖なバイオーム、サバンナバイオーム、キノコバイオーム、魅力的バイオーム、で闇バイオームに煉獄バイオームと、6つのね、バイオームを集めまして、これにね、それぞれ、まあ、人でいいかな。彼らを、置いてですね、どのように反映していくのか見ていこうかなと。でサバンナはね、サインや、ハイエナなど、危険な動物、生物がいて、まあ、煉獄は暑いと。で、闇の場合は、まあ、死んだらおしまいなんでね、かなり差がつくだろうと思うんでね、それがどうなるのかと。でまず、まあ、ここだね。20人行きましょう。持ってくれればいいんですけど、持つかな？持つならそのままね、他も20人置いていきますけども、減っていく。減っていく。どんどん減っていく。壊滅、あ、壊滅したね。とりあえず20のベースにしたいんだが、あれ？え？全部死んだ？強すぎるな。ちょっと待ってくれ。これでいきますか。一応ね、他のとこもこれで20に置いていいのかなと。きついか、きついか。耐えろ。耐えろ、耐えろ。強いな。一体来ただけで大苦戦してるね。これすぐ滅ぶね。もう滅びそうですもんね。オッケーオッケー。ちょっと差つけておくか。これ12人いらないかな、ちょっと。ああ、燃えちゃった。まずいまずいまずい。妖精がいるんだよね。一人はちょっと少ないんで、6人でしょ。20、21、15、35、12、ここもうちょっと増やそう。危険なところは多めにしてね、ここで比較してみようかなと。まあ、とりあえずね、ある程度の規模が持たれるのを待とうかなと思います。で外交はつけてね、反乱は切り、って感じかな。うん、他はいじらなくていいですかね。よし、これで。まずは、このね、祝福を受ける彼らがどのように反映していくのかという、まあその違いね、聖なる力。あとは、危険なところに住む人々がどんだけ耐えられる。ちょ、待って待って、耐えられてない。輸血のようにどんどん近づく。これで行ってみよう。よし。さあ、まず右上は、いつも通り陥落と。ここ一色多のバイオマはね、地獄でしょうと。で次、ここも結構きついんだね。燃えるくらいなんだけど、それが辛いと。発展はしてないね。でサバンナがまあ無理やり何回も何回もね、血液のように入れたので、持ってはいるけど武器ができたら大丈夫かな。あとは、すごい発展したね。初期バイオームが大発展と。で、ここで文化で比較してみよう。さあ、このね、聖なる土地は、18レベル。で、この一番でかいやつが21レベルと。あー、なるほど。そんなに文化の差つかないか。知識がね、増えやすいと思うんで、その辺あると思うんですけど、ないようですね。なんでランキングとしては、まあ人口順で技術は差がついてると。次はじゃあパワーですよ。まあここはね、聖なる力があるんで、まあ、人口で劣ろうともまだまだ挽回できらず。で右上消滅してしまって、右下と左下も消滅そうですね。
まあでも進めよう。もう消えるね。消えちゃった。消えちゃったか。まあでも取る可能性あるからね、この辺がね。反乱ないですから、どんどん取ってもらってと。さあ北がねついに落ちて、ここで激しくやってましたが、これ落とされるのかなという状況ですかね。1600に色に見えないんですが、右下に、お、終わったね。でここはね途中バイオームちょっと作り変えてやったんですけど、ちょっと入ろうかな、こっからじゃあ。地獄の軍団つなげます。なんか未だに来て増えるんだね。こうつなげちゃって、まあ結果はね、一応魅力的な場合も強かったけども、通常バイオームが、まあ、奮闘したというかうまく国ができたって感じですかね。まあ実質ほぼ負けなんで、こうなったら、頑張った初期バイオームと、あとはね反撃不可能の3都市ね、サバンナ、闇、ここもすぐね一瞬でなくなったし、ここはもう最後まで何も起きなかったね。本当に2桁人口しかいなかったんで辛い土地になりましたが、まあ凶悪度で言うと、まあ、このね、闇バイオームだけ抜けてるんじゃないかなというのは、まあ今回もまたね証明されたかなと。サバンナ地味に辛いね。繁栄エルフならできると思うんだけど、それ以外の種族はかなりやりづらいというような感じで、こうねちょっとつなげましたけども、まあちょっとだけ見るか。まあ結果はねこれ耐えれると思うんで滅ぶことはないでしょうけど、まあ、この地獄の土地はね、やっぱり面白いね。またそれで遊ぼうかな。